皆さん、質問ですが、壊滅的にテニスの調子が悪い日に皆さんならどんな練習をして調子を戻しますかっていうところなんですよ。やっぱりね、環境とか疲れとかボールとかそうですけど、まあいろんな要因があって、まあ調子が悪くなる日っていうのはやっぱあると思うんですけど、そんな中でじゃあ何をして調子を戻すのかっていうところですよ。というのも、まあ僕の今日の練習壊滅的にひどかったです。もう当たらない、もうガット一本にも当たってないっす。もうなんならグリップで打ってたもんね。まあそんな中でじゃあプロの僕がどんな練習して調子を戻すと思いますか。そうです、ウケットです。ウケット一択です。ウケット知ってますか皆さん。まあ僕がちょいちょい紹介してるんですけど、まあスイートスポットのほんと一点に集中させたような、どんな場面でも僕を救ってきたこのウケット、まあ今日はちょっと壁打ちになるんですけども、プロがウケットを使ったらどうなるんだと、まあそういうところも含めて皆さんにお見せしていきたいなと思うので、まあ連続100球はいけるか、さすがにねプロですから。ってことで壁打ちやってきました。ウケットね、こちらガンガン調子上げていきたいと思います。それではね、早速ウケットやっていきたいと思います。まあ連続100球はいけるか、100球はいけるか、100球はいけるか。プロがウケットを使ったら、まあ、どうなるんだと。やばい、そこで練習してるジュニアにちょっと笑われてる。
まあ、アンバサダーとしてね、やっぱ伝えられることは伝えていかないとっていうことで一生懸命やりました。本当にこれね、僕が使ってるこれカーボン素材なんですけど、スピン系の方でもね、あの木製のよりはちょっと引っかかりやすくなってるので、こちらちょっと値段は木製のよりは上がっちゃうんですけども、皆さんにおすすめしたいなと思います。特にねジュニアの子とかのやっぱ練習楽しめるし、集中力も上がるし、本当いいこと尽くしだと思います。僕の時代はねこういうのなかったんですけど、僕の時代って言うとなんかちょっともう年食ったみたいになってちょっと嫌ですけど、あとは一般のお客様もね、お客様誰のお客様やっていう話ですけど、一般の方もねぜひ使っていただいて、まあみんなでシェアするのもありですし、まあ、こういう壁打ちでもね本当練習になるので、この後にラケットでしっかり球出しとかなんかラリーとかして、あとスイートスポットをねご自分のラケットで感じていただければ、成果も同時に感じられると思うので、皆さんちょっとぜひやってみてください。以上、ラケットアンバサダーの小倉光介でした。それじゃ。